どうも、ヌヌです。武装オロチ3、続きを遊んでいきたいと思います。今回から3章入りまして、オリンポスの神々に行きます。まあ、難易度、裏作業でちょっと難しいで遊んでたので、普通で行きます。織田信長の真意を知り、劉備らは安堵した。織田軍、そして旋回の徐家と名田も加わり、連合軍はさらに盛況さを増す。しかし防備を固める間もなく、オリンポスの女神アテナが上杉の本拠に迫る。神の軍勢との戦いが本格的に始まろうとしていた。新たに敵の神が降臨した。その原因はやはり我らの腕輪にあるのでしょうか。違うとは言えぬな。だがそもそも神がこの世界に来なければ何も尋ねることはできない。私たちにとってもあまりに手がかりが少なすぎるのだ。むしろ神が動いてくれてよかったよ。ですがこの力を使えばまた敵が増えるかもしれません。なるべく頼らぬ方がいいのかもしれませんね。すまない、私が何も知らず不用意に腕輪を探させたせいで。ペルセウス殿のせいではありません。あなたはこの世界を救うため懸命に動いてくださっている。むしろ感謝しています。ねえ早く行こうよ、僕待ちくたびれちゃったんだけど。あ、待ってください。ナタ殿。ナタめ、相変わらずせっかちな。では私たちも行くとしよう。今回のフィールドはロードが長いな。なんかムービーでも入るのかな。行ったよ。さあ、ゼウスに忠誠を誓った者たちよ、この世界を我らのものとするのだ。思った以上に敵の数が多いな。すでにかなり押し込まれているようだ。献身校のもとへ急ぎましょう。やっと、あの人たち、なぜ急に攻めてきたんでしょう。私の筋肉、通じるのかな。後ろ向きになるなど、銀兵殿らしくありません。筋肉で戦うのではなく、魂で戦うのです。雪村殿は難しいことを言う。セウス、我らが風向き、腕輪を盗んだ裏切り者、何としても奴を捕らえ責任を果たさねば。落ち着けアテナ、兵は廃してある。奴が引っ立てられてくるのを待つのよ。ラウジ、具を極め。間に合ったようだな。救援者、この七ともに。本当ね、迅速攻撃がもうラボ1が強くて、どうもあなたを敵視するのでしょうか。対人戦が雪村なんだよね。裏切ってでも私にはなすべきことが。どこ行った。ここにいるはずなんだけど、いたいです。撤退するほかない。神経による攻撃あんまり使わなくても全然余裕っていうか、使わなくても別にいいかなっていう感じになるぐらいの強さですね。使った方がいいんだけど、このゲーム的には。
行くぜ。敵のお出ますか。頼りにさせてもらうぜ。はい、よーい。嘘だ。これで俺が負けるなんて、なんという屈辱。汝が逃走見事、この地の邪は払われり。ですが、まだ終わっていない。邪ではないんだけど。神たちと神たち。邪なのかな。前線で戦っています。なんと、急ぎ向かわねば。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。ペルセウス殿、どうかなさいましたか。まあ、いや、驚いていた。雪村殿も銀兵殿も戦場に立つと人が変わるから。そうでしょうか。私、戦場でも普段も非力だから申し訳ないです。さて仕事だ。死の子ではある。ペルセウスは所詮半人。人の血が時に愚行に走らせるのだろう。君などどうでもいい。私は奴に隙さえ見せなければ。お待ちなさい。この先には行かせませんわ。どうしてもというなら。はい、どうしても行きます。君たちが僕を壊せるとでも。仕方ないな。現実を教えてあげるよ。教えてくれ。これでお二人の元へ向かえる。金勝様、金継殿、しばしお待ちを。私を恥ずかしめるなんて、覚えておきなさい。あなたたちの顔忘れない。よくやった。だが、お前なら持っている気を違うか。ここまでやってくれるとは。心にくい奴め。お前の気概に私も答えよう。ここで救援とは。地獄で仏、その義と愛に感謝するぞ。かたじけない。敵の増援か。ならばまとめて撃滅せん。あらがう人間だ。無駄なことと知るがいい。なんという大軍。覚悟を決める時か。形勢不利か。まだお前たちに倒れられては困る。私と中で食い止めよう。その間に戦場を脱するのだ。なぜこのような世界を作り出した。我が父ゼウスがそう望んだからだ。くだらんな。結構強いんだね。スサノオ、詳しい説明は後だ。我らに協力しろ。行くぜ。妖怪の後だく、我が力欲しくは貸そう。ここは我ら3人で食い止める。お前たちは戦場を脱するのだ。しかし撃ち抜いたぜ。雪村君、ここは逃げよう。あの力、私たちでは太刀打ちできない。合理条件変更、脱出地点を目指せ。やっぱりこっちへ来てまったが、しょうがないの。
残念だがここは当選。つまりでもなぜ雪村殿、気をつけて。すごく強そうな子たちがいます。子っていうかモンスター。雪村、現実はどこにいる方ね。ここは任せよ。お前たちは迂回し太陽を確保するのだ。弱いはずなのに意外だ。悪くないね。この世界の人間の力を計りがたい。思っている以上に強く、そして魅力的だな。ペルセウス殿、行きましょう。あなたとならばどんな窮地も切り抜けられる。そう、頼りにさせてもらうぜ。私もそんな気がしてきたよ。やっぱりスサノオは強いや。でも僕の敵を取らないでよね。バク、この世界の敵は手強い。我が右腕なるナレがいれば助かる。なぜ邪魔をする。人間がどうなろう貴様らには関係あるまい。お前は人間を知らなすぎる。奴らをあまり侮らぬことだな。行くぜ。俺が行くしかねえな。勝負だ。これはどうしたことか。身を愛するお前がなぜ蛇に味方している。変わらんな、こいつ。このわけのわからぬ世界は義も不義もあるまい。武を極め。秀吉様、本当にこれでよろしいんやつ。すまん。おれ、真の三国武将みたいですね。まさにそう。失礼しました。ちょうどいい。我が知略を試させてもらおうか。敵は退けました。こちらから急ぎ撤退を。ヤキム、あいつを止めるな。ご覧あれ、ミツラに飛び出してまったか。こうなりゃわしも出ちゃるわ。出ちゃうの。鼻だし、ご覧あれ、見事だ。苛烈な戦の裏にある愛、見事です。行くぜ。じゃあな。三成殿、なぜ私たちが戦わねばならないのですか。そのまっすぐな目でまっすぐな質問をするな。答えられぬ状況を察しろ。敵に振る舞われる。なぜこうも抗う。人が神に勝てるとでも思っているのか。お、来た来た来た。気を待た。敵が来たぞ。大声出すな、バカ。秀吉様の命だ。ここは逃走。あと少しで逃げられるのに。解いてください。サイクロン。見事だ。これからも頼みにさせてくれ。真田の戦、これが仕事だ。アイクロプス倒したし、じゃあその脱出地点のところ。逃げんじゃねえからな。
度立て直す。小賢しい真似を。どうあがこうと我らから逃れられはしない。なんとか振り切れましたね。ジョカさんたち大丈夫でしょうか。彼女たちなら心配ないだろう。だがアレスがこのまま逃がしてくれるかどうか、その時は今一度力を合わせましょう。ああ、不思議だな。君たちとなら乗り越えられそうな気がする。いざという時のために船を用意しておいた甲斐がありましたね。急いで乗り込んでください。おお、これぞ天の助け。感謝するぞ諸葛亮殿。追っ手がかからないうちに急いで逃げましょう。これも愛に。うまくいったか。おお、特別券提供してくれた。返して、この辺福引券のやつは取っとくか。結局城を守りきれず申し訳ありません。謝ることはありませんよ雪村。あなた方がいなければ私たちはどうなっていたか。救援シャス、あの敵は強すぎる。アテナにアレス、そして腕輪の力を扱える者が二人か。こちらも腕輪を使わねば勝つのは難しい。しかし腕輪を使えば敵がさらに増える危険もあります。一体どうすれば。今は思い悩む時ではありませんよ雪村。せっかく戦界の方々が足止めしているのです。まずは逃げ切ることを考えなければ。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。